今日は2021年なんだろうな、7月10日です。土曜日、結構ゆっくり寝ちゃいました。目覚めたのが10時ぐらいですかね。はい、それからシャワー浴びてテレビ見て、今12時半ぐらいです。パパ何するの？はい、いらっしゃい。じいちゃんとおばあちゃんの灯籠を、うんうん、さ、すごい立派な灯籠立ってたよって言ってなんか褒めてくれてました。すごいねって言って撮ってんの？うん。キラキラね。みたいなこれね。かかったね。これいいのかな。うん。あ、待って待って、もう一回してて。やばい。あの、思い出すな。おじいちゃんね。うん。ばあちゃん、これ。うん。おじいちゃん持ってきてきたの思い出すね。ちょうどあれはね、滋賀県のおばあちゃんが亡くなった年ですからね。その時の正月、私が連れてきました。すいません、どうぞ。いくらなんだろうね。まだちょっとギャオギャオ言いそうや。たまには合成に行きましょう。あれがある。美味しそう。美味しそう。うん。
今日のご飯でしょ、お父さん、うん、今日のご飯を取ってんでしょ、うん、パリパリ食べる？どれのこと？いや、今日はばあちゃん連れて神社に行ってきました。神社かな、行ってきました。なんかご先祖さんとかの取り扱いどうしていくかとか、そんな話ですね。明日は日曜日、ちょっと、仕事部屋引っ越そうと思って、明日は不動産屋巡りをしてきます。仕事部屋というかセカンドハウスというか、そんなとこですね。ちょっと見学行ってきます。今宿の方かな。